憎いわ291憎いわインスタ映えやんか。だって俺飲む前からこれだけ喋れるんやから確かに。さあ後ろに阪急電車走ってますね。宝塚線ね、僕の実家川西能勢口でございますけれども、ほどなくそんなに遠くない場所に来てるんですね。お母ちゃん見てるかいということでございましてね。いやーでもね、この商店街言うてもまだまだね、ショッピングモールには負けません。商店街元気ですって感じの商店街でございますね。人も見てください、まばらです。はい、頑張ってまいりましょうあれ見てください、もうまんまですね、服部コーヒー。服部にあるから服部コーヒーなんでしょうね。ほら見てください、ランチって書いてありますね。えちょっとその辺確認したいんで、ちょっと入ってみたいと思います。あ、びっくりした、まさかの自動ドアやった開けようと思ったら自動ドアやった。いらっしゃいませ。お願いします。こんにちは。お代理を経ています。あ、ちょっと入り口とは違って奥に店バーンと抜けが広いですね。こんにちは。どうもこんにちは。いらっしゃいませ。あ、どうもすいません。ようこそ。看板娘でございますか。はい。元。ちょっと自分で入って言う人などうなのこれ。2013年にオープンした服部コーヒー。ホールは看板娘のママ、厨房は28歳になる息子さん、親子二人三脚で切り盛りしています。入り口にもう緑の看板でデカデカとランチって書いてあったんですよ、はい、長いこと、はい、これちょっと、ね、はい、もうこれずっとこのメニューは変わらずですか。だいたい変わってないですね。だいたい季節によって多少変わったりはすることもあります。日替わりもたまにやりますけどね。あ、日替わりもやってるんですか、はい。このお店の一番おすすめは何になりますか。一番上に書いてますチキン南蛮ですね。これ、はい、やっぱ一番おすすめが一番上に書いてあるんですね、はい、チキン南蛮頼んでもよろしいですか、はい、これちなみにあれですか、このお店を始めたきっかけってママ何なんですか。きっかけですか、うん、学生の頃から喫茶店、うん、あ、行ってたとこで、うん、お母さんと娘さんがやってはったんですね。あ、そのお店が、はい、はいはいはい、で通ってて、うん、あ、いい感じだな、私も将来、うん、喫茶店をやりたいなと思って。なるほどね。でもたまたまよね、そしたらそのお店がお母さんと娘さんでやってたって、今度息子さんとやってはるんやもんね、偶然ですね。でも理想の形なわけでしょそうですね。これはだから息子さんに関して言うと、もう自分からやるよって言ってくれたんですか。まあそうですね、何て言ったらいいんでしょう、まあ、就職先で、まあ、何年か働いてたんですけど、まあ、それも料理系で、でもいろいろその自分なりに勉強したり、うん、お店のことで活かせることがあるかなと思って。なるほどね。ほんで最終的にやっぱお母さんと一緒に働くという道を選んだんだ。そうですね。ああ、いいよねこういうのね、親の背中を一緒に見て働くっていうのはなかなかね、できそうでできないことですよ。ちょっと作ってるとこ、調理系は何、料理系の前の職業は何のあれだったんですか。いや、なんて言ったんでしょう、その複合施設内での店長みたいな感じですね、うん、はあ、はあははあ、じゃあメニューを考えて、うん、はい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 、それをまあまあその本社から降りてくる分もあるんですけど、うん、基本的に考えたりレシピ作ったり、はあ、じゃあもう自分で考えたメニューがそのままお店のその店舗のメニューになってたんだ。そうですね。じゃあそれは今でもここでも生きてるんですか。たまに出します。やっぱり毎日来ていただけるお客様もいるので、なかなかもう食べたいのがないってなったら、うん、こちらから提案させていただきますね。それは例えばさっきおっしゃってた日替わりとかそういうんじゃなくて、もう完全に裏メニューになるわけ。あ、裏メニューうちめちゃくちゃ多いです。うわ、ちょっと待って、裏メニューちょっと見てみようかなかった、ね、おー、来ました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 、ありがとうございます。うわー、いや、まず本当にこれめちゃくちゃ香ばしい、ええ香りすんのよこれ。あの鷹の爪がええ具合に乗っかってんのよね。このタレ一子相伝で、一子相伝、ここの鶏の上にかかってるこれがね、
もう今ね、持ってきた瞬間このタレの香りめちゃくちゃしたからね、これそれだ、私もまだそのタレだけ教えていただいてます。あ、そうなの、はい、親子なのにそこはまだ教えられないんだ。はい、まだってことはまだ 100% この店を最後まで勤め切るという保証を お母さんが信じてないってことだね。努力が足りてないみたいで。あー、そう、いただきますね。じゃあ早速。お待たせしました。またこれチキンもこれ女性が喜ぶサイズよ。これ大きすぎてもあかんのよ、食べにくいからね。ちょっといきますね。うん、めっちゃあったかいこのタレ、はい、ちょっと普通よりも味濃いめかもしれん。これは癖なるな。いや、これ教えてほしいわ。このタレだけタッパーに入れてもらって。いやいやいや、意思相伝なんで。え、意思相伝なんで。いや、もう中身は、中身は聞かないで。タレだけ、タレだけ。ダメです。もしくはタレだけ杯で飲ましてくれでもたまにだから裏メニューでお客さんに出してはるって言うけど、なんかちょっと俺もなんか裏メニュー食べたいな。あ、本当ですか。だってね、それ聞いてしまったら、はい、今じゃあドリンクで夏に向けて試作してる分があるんで、ちょっとデザートドリンク的になるんですけど。デザートドリンク、はい、これ今考案中なのね。そうです、考案中なのね。ちょっと宇大さんに飲んでもらって、ああ、いけるかいけないかっていうのをちょっと確かめておく。わかりました。じゃあちょっとその大事な役割、ちょっとこれはちょっとやるよ俺。お店のこの服部コーヒーの由来っていうのは何なんですか。名前ですよね、うん。逆に言うとすごいシンプルじゃないですか。はい、名前つけるときになかなか浮かばなくって、うん、でそれを聞いてた息子がもう服部でやるんやから服部コーヒーでいいやないかいうことで、うん、そのまま服部コーヒーになった。あ、息子さんが決めはった、はい、でも息子さんだってまだ現場は途中、現場でここは途中でしょ。中学ぐらいですね。そうか、はい、家にいるときにそう言われたんだ、うん、そうなんです。服部でやるから服部コーヒーでいいやないかって。これでもだからある種目の付けどころが息子さんすごいなと思うのが、もう服部で服部取られたら他の店服部コーヒーの名乗れませんもんね。服部でやってんのに、ある種服部独り占めですもんね完全に。もうだって今このお店か忍者服部くんしか服部使えないですもんね。そうですね、他使ってないですかね。あとはサッカーのハットトリックぐらいですもんね。ノースイーツドリンクで、どういうやつこれ。これは最初から甘いミルクを作っておいて、そこにちょっと苦めのコーヒーゼリーで、当店の自慢のアイスコーヒーとアイスクリームを全部混ぜてながら飲んでいただけたらちょうどいい甘みになる。混ぜると、はい、これは憎いわ291憎いわこれはインスタ映えやんか混ぜたら結局ちゃんと混ざるんでしょ。そうです、そうですね。で、この状態から楽しむこともできるわけでしょ、はい、要するに味変ってことよね。そうです、そうです。で、しかも食感も変わる、食変もあるよね。うわー、もうだって俺飲む前からこれだけ喋れるんやから確かにちょっと一回混ぜんといくわ。あ、これは甘いね、下はやっぱり。ただやっぱコーヒーゼリーが入ってるから、それが口に当たることでちょっと甘さが少し緩和されるので、だいぶ計算されてるねこれ。このさ、ちょうどさ、ちょっと混ざりかけてるこの辺とかが、いわゆるほら海でいうとこのさ、川と海がこう接する河口付近やなこれ。真水と海水が混ざってるみたいなとこやこれ。ボラがたくさん住んでるとこで、これを一回混ぜるね。やっぱさ、一気に飲むもんじゃないやんか。あ、そうなんですよ。こうやっておしゃべりしながらさ、はい、時間かけてゆっくり楽しむもんやんか、はい、コーヒーって本来。うん、あのこれはもうこの状態はもうある種トータルパフォーマンス最高の状態ですよね。これはもう人気出るね、これ。ありがとうございます。女子がなんかね、もしあれだったら僕にネーミングの権利をくれるとか、そういうことがないんですか。
できました。もう素晴らしいネーミングができました。いいですか、はい、あの使わなくてもいいですかね、はい、じゃあ決めました。これの名前、コーヒーゼリーの加工付近。すごい人気出ちゃうなと思って。あら、なしでいきましょう。これ結果これ次来たらこのこれメニューの名前ボラやったら笑うじゃん。一番ないやつ使ってるやん。